ロスチャンネル。はい、本日もよろしくお願いします。歌唱ロシエルです。さあ、今回も2次元と3次元の融合をしていきたいと思います。さあ、今回使うグラビア写真はこちら。はい、こちらもとても懐かしいですね。私がショートヘアにしてピンク色の時代でございます。とても懐かしいこの写真を今から2次元化していきたいと思います。そして今回使う道具もアイビスペイント、そして iPad とペンシルを使っていきたいと思います。これからお見せするこう2次元化する方法はですね、独学なので、参考になるかどうかわからないんですが、私なりの方法でアイビスペイントを使っていきたいと思います。5分しかないので目を離さずにしっかりと見てくださいね。それではゴー。さあ、最初にすることはまず水着の色をピンク色にしていきます。これもやり方はこれで正しいのか分かりませんけども、はい、画像の色を変えてピンク色にしてみました。そして余分なところは消しゴムで消していきます。そして続いて、ここは今何も書いていないということはとても悩んでおります。はい、それは水着ピンクにしたので全体的にピンクにしようかなと考えてます。そしてメガネ、これも普通にメガネをつけるだけじゃなくて半分消しました。これなんていうメガネでしたっけ、片方だけあるタイプ。これすごい大好きなので、ちょっとね、こんな感じでメガネを取り付けていきます。頭に飾りをつけようと思ったんですが、すごく合わなかったので消して、まずは髪をロングヘアにしていきます。超スーパーロングヘアのツインテールで、ツインテールの間からこう肩を出していきます。余分な髪を、はみ出した髪は消しゴムで細かく取り除いていきます。そしてソファーにもこう髪がこう乗ってたり乗ってなかったり、ラジバンダリ、はい、いろんな髪の色、ピンク、濃いピンク、薄いピンク、紫色だったりとか、6色ぐらい使ってますかね。いろんな色の髪を、合わせて描いていきます。そしてほっぺたにハートマークを入れてみました。そして、アイラインも紫色、ピンク色にして、目の色もちょっとだけピンク色にしてみました。で、メイクを髪の色に合わせて、ちょっとこう衣装とかが、派手だと顔が負けてしまうので、顔も全体的に強く濃いめにしてみました。で、装飾品をつけていきます。このまんまだとすごくシンプルで窒素な感じなので、パールつけたり、合いそうな装飾品探してつけていきます。はい、リボンが重要ですね。で、ここもすごい悩んで、とりあえず何か足りないなと思ったら絶対領域を履かせましょう。絶対領域2杯はだいぶ助かるアイテムでございます。で、これもピンクのレースの2杯していきます。このまま貼っただけだとやっぱり立体感ないので、白いハイライトで影描いて陰影をつけていって3次元っぽくしていきます。そして髪の毛もちょっと調整しつつ、上半身と同じ装飾品を、はい、下にもつけていきます。このパールの大きさもすごい重要で、小さいだと
なんかちょっと派手じゃなくなっちゃうので、ちょうどいい塩梅のパールの大きさを見定めて取り付けていきます。はい、胸にも装飾品でパールをもうふんだんに使っています。これでだいぶ豪華になったのではないかなと思いますが、まだちょっと足りない、胸が寂しいのでネックレスをつけていきます。この装飾品もただつけるだけじゃなくて、下に影とか入れることによって立体感、三次元っぽさが増します。そしてヘッドホンが緑色だったので、そちらもピンク色にして、で周りにホログラムだったり光ってるような加工を施すことによって二次元っぽさが増していきます。はい、そして最後の仕上げに入ります。細い毛を指に絡めたり、こういろいろ書き足していくことによって、より繊細な三次元プラス二次元っぽさが合わさったいいイラストができたんじゃないかなと思います。完成でございます。はい、どうでしょうか。結構髪の色、この時のあのピンク色にした髪がもうすごくもうハマってたというか、自分の中で。なので髪の色を変えずにそのままピンク色のヘアでやっていきました。全体的にピンクなイメージで、でも可愛いだけじゃなくてちょっとセクシーさも取り入れて、だいぶいい感じになったんじゃないかなと思います。はい、ということで今回も、独学で学んだ私なりの、使い方手法で、3次元と2次元を合体させてみましたが、皆さんどうでしたでしょうか。また次回も二次元化した写真アップしていくと思うので、皆さん楽しみに待っていてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン押してください。よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。おつろしー、またねー。